論功鑑賞の順位はどう決まる？数えられる武功の基準を考察。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は論功鑑賞の基準について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。キングダムにおいて最も盛り上がるイベントの一つである論功鑑賞、武功が大きかった者が数名選ばれ、聖から直々にねぎらわれて莫大な恩賞を受け取れる儀式です。この論功鑑賞、上位に入るための武功の基準があるように思います。そこで今回はどんな武功が論功鑑賞で上位に選出されるのかを考察してみました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、ぜひ動画下からチャンネル登録と高評価をお願いします。1. 上位3名プラス特別対抗。まず論功鑑賞の形式を振り返りましょう。論功鑑賞では基本的にその戦いにおいて上位3名が選出されるのが通例です。この選出された3名のみは王や重臣、将官の前で表彰と恩賞授与が行われます。基本的にと言いましたが例外もあり、合唱軍事は特別対抗、特別巡行もありました。これはまさに未曾有の国難だったというのが大きいはずですので、普段は三陽戦のように特別枠は存在せず、1位から3位までが表彰されるのでしょう。2. 一兵卒にも功績はカウント。では上位3名以外はどうなるのでしょうか。功績としては一兵卒のものもしっかりとカウントされています。これは蛇甘平原の戦いにおいて一兵卒だった秦が武功を挙げており、その功績によって百人将に一気に昇格したということからもわかりますね。末端の兵までになると数万人単位になり、軍長装備も把握しきれないはず。なので論功鑑賞の上位3名以外は飛び抜けた功績以外は申し送りされず、部隊長や直属の将軍レベルから表彰が行われるのではないでしょうか。飛信隊の武功も各々のものに関しては真や可能点が表していると思います。では上位3名の選び方としてはどんな基準があるのでしょうか。論功鑑賞において重要視される武功の基準をここから考察してみます。功績1、総大将が総取り。まずこれまでの論功鑑賞を振り返ると、総大将の功績の大きさがわかります。三陽での戦いも個人で何かしたわけでないモンゴルが論功鑑賞の選考1位でしたよね。総大将はその戦争の総責任者でもあり、成功も失敗も全てが総大将にかぶさります。作戦の承認や指示を出すのが総大将なので、当然といえば当然ですね。モーゴンへの言葉も個別の活躍ではなく進軍勝利に導いたというものでした。ですので個別で誰かが武功を挙げたとしても、それを含めての総大将の功績となるのでしょう。つまりよほどのことがない限りは選考1位は総大将になるはずです。4. 功績に敵将を討ち取る。次にこれは分かりやすいですが、敵将の首級は大きな武功として数えられます。秦が挙げた凛子山国の首級がそれに当たりますね。この首級にも序列があるようで、歓喜の功績では敵参謀と総大将を討ち取ったとされていました。ですので敵将であれば一律ではなく、総大将や参謀、大将軍など階級や役職によって首級の価値が変わり、功績の大きさとなると考察できます。ちなみに討ち取れなかった場合でも、敵将が中華に名だたる英雄であった場合は武威を示したとして評価されることも、合唱軍での秦はこの功績も数えられ特別巡行に選ばれています。5. 功績3、軍全体で功績を挙げる。また個人武勇を示す以外にも式の見事さによって評価されるということも十分考えられます。具体的には担当戦域において敵を打ち破るなど、敵将を討ち取るまではいかなかったとしても勝利に大きく貢献したのであれば、これは功績と言えますよね。こういった功績は隊や軍全体のものと考えるのが普通です。しかしそれだと対象が多くなりすぎるため、代表して隊長や将軍に集約されるでしょう。三陽では歓喜が挙げた元号と白騎祭の首級は歓喜の個人武力によるものではなく、式と作戦、そして
それを実行した部下の武力によるものでした。ですので、軍全体の働きによる成果も、隊長、将軍の功績と換算されると思われます。6、功績4、担当を守り抜く。秦は、この時代攻めに回ることがほとんどで、あまりない功績にはなりますが、主将戦の場合は、担当地区を守り抜いたというのも評価の対象のようです。これは、最後院戦において、秦を担当した南壁を守り抜いたことが、論功行賞で評されていたことからわかります。主将戦では、敵将を討ち取ることは困難です。猛攻撃にさらされた地区を見事に守り切ったというのは、ある意味で、ゴムの戦場で勝利するよりも難しいと言えるかもしれません。ですので、武功として大きなものと考えられるはずですね。以上が論功行賞においての評価される武功の基準考察でした。総大将は全ての功績を加味されるというのは大きなポイントですよね。とはいえ、おそらく敗れた場合は処罰も人一倍大きいと予想されます。また、敵将を討ち取るのがわかりやすいですが、それ以外にも戦局を有利に動かす様々な行動が評価されるというのも重要ですね。こうして考えると個人武力が高くなくても論功行賞で上位入賞は十分可能と思われます。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。